スワトプルクの地世期に最も拡大したモラビア王国の半島、キュリロスの像モラビア王国は9世紀から10世紀初頭にかけて栄えたスラブ人の王国。大モラビア王国などとも表記される。現在のモラビア、スロバキアあたりの地域を支配した。スラブ民族の大移動が発生することで、スラブ民族は続々と東欧に侵入したが、その中でもチェコ族、 モラビア族は、現在のモラビア、スロバキア方面に移動、630年頃には、フランク人のサモが、サモ王国を建国、それに従ったがこの国は658年には、滅亡、サモ王国支配下にあったスラブ民族は死産した。ただし、チェコ族、モラビア族は、ゲルマン民族、アバール族の支配下ではあったが、この地で自立を守った。その後、ドナウは、 支流モラバ川流域に拠点を築いていた、チェコ族のうち、モイミール率いる一派が、徐々に力をつけ、少なくとも822年には、モラビア人として、フランク王国の史料に、初めて登場しており、833年にはニドラの、主張、プリビアを追放、モラビアは、王国としての形を形成していった。モイミールの王国が、徐々に力をつけ、領土を拡大していくと、 フランク王国と領域を接することになり、キリスト教の影響を受けたが、モイミールはこれを受け入れ、モラビア王国はキリスト教国家として生まれ変わり、カトリックのダルツブルク大主教座による布教を認め、829年にはフランク王国南東部の都市パッサウの主教がモラビアの教会を管轄することが決定されているなど、フランク王国に服属していた。しかし、 ドナウ川下流域のブルガリア王国の存在がモイミールに警戒感を与えており、フランク王国に服属しつつも独自の勢力を保つようにしていたが、846年、東フランク王ルートビヒによってモイミールは廃位され、老いのラスチスラフが王位についた。ラスチスラフは853年にブルガリアと同盟を結ぶなど、東フランク王国の圧迫に対抗しており、 フランク側からの布教に対抗するために、ビザンツ帝国、正教会との結びつきを図り、宣教キリロスとメトディオスを招いた。メトディオスは、モラビア、パンノニアを管区とするシルミウム広カ砂教に除解され、この際に、グラゴル文字が作成されたが、これは、スラブ語の福音書の翻訳が法書の著作を行うためであり、フランクの教会に対抗するためのものであった。しかし、 これに対して東フランク王国はラスチスラフの老いスバトプルクを離反させラスチスラフを870年に取らてレーゲンスブルクに送り盲目にした後に修道院に遊兵したスバトプルクの時代にモラビア王国は全盛期を迎えその領土は南はドラバ川東はティサ川北はオーデル川までに至り ボヘミアも手中に収めていたと考えられている。最終的に東フランク王国に従った。これによってビザンツ帝国から招いた修道士たちは追放され、モラビア王国のカトリック需要が決定的になった。スバトプルクの死後は王位継承をめぐる争い、東フランク王国の圧力、さらにマジャル人の侵入により荒廃し、902年頃には崩壊。 907年頃に滅亡、ボヘミアのプシセミスル朝の支配下となり、1029年頃にボヘミア王国へ編入された。ありがとうございます。